はい、アコギチャンネルです。今日はギターの弦を緩める派、緩めない派について話していきたいと思います。ギターの弦を緩めるか緩めないか、いろんな人の意見があると思うんですよね。ギターを弾き終わった後、弦を緩めますか、緩めないですかという質問に対して、僕は弦を緩めます。というのはですね、理由はまあ30年以上ギターを弾いているんですけれども、経験からやっぱりですね、弦を緩めないとネックが反ってしまうんですね。純反りって言って、こういう感じでですね、まあ、大げさなんですけど、こういう感じで前にこう反ってしまうんですよね。そうするとやっぱりいたたまれない気持ちになってしまって、弦を緩めておけばネック反らなかったのになぁと後悔したくないっていう理由から、弾き終わった後僕の場合は弦を緩めます。ギターを中学校2年生の時にヤマハの2万円ぐらいの安いギターを買ったんですが、弦をずっと緩めなかったんですね。そしたら半年ぐらいでネックが反り始めてしまい、これは何だと、まあ初心者だったんで、そのネックが反るっていうことさえも知らなかったんですけれども、楽器屋さんに聞いてみたら、やっぱり弦を緩めないとネックが反ってしまいますよということを聞きました。で、その時まあ後悔したんですね。5年間ぐらいそのヤマハのギターを弾いていて、ペグのところとかが壊れてしまって、そのギターはまあ廃棄処分しちゃったんですけれども、で、その時2台目を買ったんですね。オベーションセレブリティっていうやつ、確か当時8万か9万かそこいらで買ったと思うんですけれども、で、そのギターを約10年間ぐらいオベーションも弾いていたんですけれども、極力緩めるようにしてたんですが、やっぱりネックが純反りしてしまったんですね。最終的にはここの根元の部分、ここの根元の部分からバカンってボンドの接着がもう弱かったのかもしれないんですけれども、で、結局廃棄処分しちゃったんですね。この K ヤイリのギターがまあ3代目のギターなんですね。これ、まあ、幕張の楽器店で買う予定はなかったんですけども、ちょっと立ち寄ってみたら置いてあって、一目惚れして買ってしまったんですけれども、で、このギターはだいたい10万円ぐらいだったんですけれども、もうさすがに3代目のギターなので、まあ、ネック反らしたくないなっていうのがありまして、もうこまめに弾き終わった後ペグを緩めて、弦を緩めてですね、ネックが反らないように管理してます。なのでおかげさまでネックはあんまり反ってないと思うんですよね。弦を緩めるのはメリットとデメリットがあります。で、メリットは先ほどから話しているようにネックが反らないということですね。弦を緩めてれば当然ネックは反らないです。逆にデメリットは弦がよく切れるんですよね。特に1弦と3弦が切れます。2弦が切れないのはなぜかちょっとわからないんですけれども、一番細い1弦、あと3弦もよく切れるんですよね。なので僕の場合は、1弦と3弦がよく切れるので、このようにバラ売りで、これ1弦6セット確か900円ぐらいだったかな。で、まだ届いてないんですけど、3弦も、6セット買ってます。それは1000円ぐらいだったと思うんですけれども、インターネットでネット通販で買ってます。で、ストックを用意しておいて、まあ、弦を緩めて、で、張った時にプチンって切れた時にこのストックをつけるというような形をとってます。どのぐらいじゃ弦を緩めるのかっていう話なんですけども、太いこの6弦と5弦と4弦に関しては、このペグをだいたい2回転ぐらい緩めます。まあ360度2回ですよね。なぜかというと、6弦と5弦と4弦は弦が太いので切れることがまずないです。一度だけ5弦がプチンって切れたことあるんですけども、まあまあ30年間弾いててそれが1回切れなので、まず弦が切れることがないので2回転緩めます。ペグを2回転分緩めます。3弦に関してはペグを90度緩めます。180度緩めると弦を張った時にですね、チューニングした時にプチンと切れやすいんですよね。
で2弦はだいたい180度もしくはもう360度要はペグ1回転緩めたりします。1弦に関してはだいたいペグを90から180度緩めます。1回転ペグを緩めてしまうとやはりチューニングの時に切れやすいかなという印象があります。よく弦を緩めるのなら全て同等な程度に緩めた方がいいよという意見もあるんですが、僕の場合はやはり1弦と3弦よく切れる弦はあまり緩めず、全く弦が切れない4、5、6弦はペグを2回転緩めるようにして、バラバラな程度に弦を緩めています。これもいろんな人の意見があると思うのですが、僕の場合はそうしています。逆に弦を緩めないのもメリットとデメリットがあります。弦を緩めないメリットっていうのはチューニングしたままなので弦がね切れないっていうメリットがあります。とてもいいですよね。ただしデメリットはやっぱりネックがですねこう弓なりにですねこう順反りしてしまいます。ギターによってその順反りする程度は変わるんですけどね、まあ僕の経験上安いギターは結構順反りする期間が早いような気がします。あと対処方法としては、順反りした場合トラスロッドを時計回りに45度回すとか、あとはもう自分ではもうどうにもできないっていう場合はギターをリペアに出すとかっていう対処方法があります。なのでネックが反った時は修理出せばいいじゃんっていう方は弦を緩めないっていう手も当然あると思います。ネックが反るのが嫌だなっていう方は僕のように1弦や3弦をですねたくさん買っておいて弦を緩めればいいと思います。逆にネックが反った場合はギターの修理に出せばいいじゃんっていう方は弦を緩めないままでいいんじゃないかなと思います。こればっかりはですね、まあいろいろな意見がありますし、特にこうしなきゃいけないっていうルールはないので、最終的には自分で決めてください。あと、ギターの弦をどのぐらいで張り直すかっていうのも結構よくある疑問だと思うんですけども、これも人それぞれ考えがありまして、1週間で張り替えるっていう人もいれば、1ヶ月で張り替えるという人もいますし、まあ、半年の人もいますし、まあ、錆びたら変えるという方もいろいろいらっしゃると思うんですけども、僕の場合はギターの弦は基本的に張り替えないです。あとは例えば録音しなきゃいけない時とか、あとライブで人前で演奏する時とかという場合は新品に6弦とも全部一気に張り替えてしまいます。ただあまりライブとか僕しないですし、録音も特にあんまりアコギではしないので、さほど弦を全て一気に取り替えるということはないですね。ただ、まあ、1年に1回ぐらいその年末とか1月とかには錆びていてもう古いなと感じた時は全て弦を張り替えることはあります。あとは弦を錆びさせない方法として、このクロスでですね弾き終わったら必ずこのようにですねこう弦を拭きます。多分指の汗油とかがですね弦にこう付着してると弦が錆びやすくなってしまいますので、必ずその弾き終わった後にこのように弦をクロスで拭きます。そうすれば弦が錆びにくくなるんじゃないかなと思いますので、弦の錆びが気になる方はクロスで拭いてください。あと弦を拭いたついでにボディも指紋がついてると思いますので、このように全体的に拭いてあげます。こういうところもですね、裏も全部こう拭いてあげます。あとこういうところもですね、よくホコリがたまるので拭いてあげます。そうすればいつもボディがピカピカに綺麗になりますので、弾き終わった後は弦とボディを綺麗に拭いてあげてください。というわけでギターの弦を緩める派緩めない派の説明を終わりにしたいと思います。
もしよろしかったらチャンネル登録の方をよろしくお願いします。どうもありがとうございました。